この私が撮ってる画角ね、これこれ。はい、それではね、細かく見ていきたいと思います。こちらがね、送られてきた時の箱になっております。こちらね、箱とね、中身多分コスト的な問題だと思います。共通して使っている箱なんだと思われるんで、外に載っているですね、この写真、この写真等々はね、全く別物になりますんで、Amazon のね、レビューにもあったんですけど、送られてきた箱にね、ビデオカメラ用って書いてあってびっくりしたとか書いてあるんですけど、確かに私もびっくりしました。まあ、Amazon で舐め回すように見ていたレンズと違うものが書いてあったんですけど、中身はね、これと違うんで安心してください。あと、ビデオカメラ用と書いてあるんですけども、全然ね、一眼レフカメラだったり、NEX5R だったり、のミラーレス一眼レフカメラ等々にも使えますんで、この辺はね、ご心配なさらないようにしてください。ちなみにね、径が合わない時にはね、ステップアップリングだったりね、ステップダウンリングっていうね、変換アダプターが健康トキナーさんだったりで、販売されていますんで、そちらをね、使いまして、つけるようにしていただければなと思います。その辺の説明もね、次の動画だったりでご説明させていただきたいなと思いますんで、お楽しみください。はい、それではね、箱の方を開けると何が入っているかというと、このようなね、ちゃんとしたポーチが入っておりました。で、ポーチの中に本体が入っている感じです。本体の方はこちらになります。ね、プラスチック的なものじゃないんですよ。ちゃんとね、メタル的なボディになっていて、ロアジャパンと書いてあります。 DSLR オートフォーカスですかね、 AF プロ、ワイドレンズって書いてありまして、7倍だよと。で、ここが 58mm ですよってことで58、これ3種類ありますんでね、ちょっとね、詳細後でね、下にリンク貼っておきます。そちらから行ってみて、ご自身のね、サイズが合うものがあれば、それをご購入いただければなと思います。商品はこういう感じ。はい、とてもしっかりしてます。もちろんキャップ、表裏がついてます。表側はね、こうやってここ両サイドを押して外れるものがついてます。これはうまく映るかな。はい、こういう風にね、すごいこういう風にポコーってなってるんですよ。これによってね、先ほどのね、画角が表現できるということになってます。で、レンズのコーティングとかもね、こうやって見ると綺麗に七色に映ると思いますけど、コーティングをちゃんとしっかりされていて、本当にこの3700円でいいのかなと思うぐらいしっかりした作りになってます。で、もちろんこのレンズの内側にはね、フィルターつけたりできる溝が、ネジが切ってありますんで、この上にね、フィルターをつけることも可能です。ただね、ジェット大好きさんともね、前のね、昔の動画でやってたんですけど、これがもうレンズフィルター代わりぐらいの、3700円という安い金額なので、気にしない人はね、もうこれが壊れたらこれを買えばいいだけで、レンズフィルターを買うとコストが上がってしまうんで、つけないでもいいんじゃないですかっていうふうに話してました。ただね、得意の私の貧乏症でね、この後、他の動画でですね、この次の動画ぐらいかなで、このレンズフィルターをつけるっていうのをね、またアップしたいと思いますんで、それはそれで気になる方ご覧いただければ幸いです。はい、で、表はこんな感じで、裏側は、普通のほんとカメラみたいにキュッ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 パッと、こちらもね、もう筒です。鏡面感がわかるかな。このすごい球面感がね、出てると思います。はい、本当にね、しっかりした作りです。まあ、本体見てもね、しょうもないよともう言われるかもしれないんで、この辺で終わりにしますけど、本当にね、薄いですけど、ちょっと重量感があるんで、つけるとね、カメラ自体が重く感じるかもしれませんが、こんだけね、しっかりした作りになってると、なんかちゃんと映せるかななんていうね、期待感も生まれるんじゃないかなっていう。やっぱね、その辺も大事だと思うんで、私はすごいこの3700円の価値の中に、こいつの素晴らしさが詰まってるんじゃないかなっていうのに、今回送られてきて感じました。本当にね、大変素晴らしい商品です。値段から考えたらものすごいコスパがいいね、商品になりますんで、そういう風にこの私たちみたいなこう YouTube だったり、常に年中こういうようなね、動画を撮っている方に限らずですね、お子様の運動会だったり、旅行先とかね、とか行った時にはこういうレンズがあると、すごいいつも撮れる映像プラスね、こう引きの映像が撮れたりして、楽しく映せるんじゃないでしょうか。これね、もうちょっと分かりやすく言うと、深夜番組とかに多いかな。なんとか D が言ったみたいなさ、感じの番組で、例えばディレクターさん自身が、カメラ、ハンディカメラを持ってね、旅に一緒に同行していったりするような番組あるじゃないですか。ああいうのだと、車とかに乗って同行して一緒に行ったりする場面が多いと思うんですけど、ああいう時にはね、こういう安いのじゃないですよ。もっとちゃんとしたワイドコンバージョンレンズなんですけど、結局こういうものをつけてですね、ああいうタクシーだったり車だったりで、例えば横に乗ってる女優さん、俳優さん、芸人さんたちを映す時もね、このコンバージョンレンズがあるだけで広く映せるっていうことでね、こういうレンズをつけて撮影しているみたいです。だから逆に言うと、ご家族でね、車でドライブに行ったとか旅行に行ったとかの車内の映像をちょろっと映した時もね、こういう風なレンズがあったりすると、家族みんなが実は入っていたり、お父さん運転手でお父さんを撮りながらの後部座席も映るみたいなね、そういうことにも、つながっていくんじゃないかなという風に私は思います。この後ね、こちらのワイドコンバージョンレンズにつけるレンズフィルターだったり、こちらのね NEX5R にもこれをつけてしまおうというね、ステップダウンリング等々もご紹介させていただきたいなと思いますんで、お楽しみください。はい、以上本日ご紹介した商品はこちら、ロアジャパンさんのですね RW-W-58-7 のワイドコンバージョンレンズのご紹介でした。ではまた、ムチ TV のムチでした。チャンネル登録もお願いいたします。